はい、皆さんこんばんは、ドローンおやじです。今回は Mavic 3のメジャーアップデート第2弾についてお届けいたします。こちらのメジャーアップデートは1月24日にリリースされております。で、 DJI Fly アプリがバージョン 1.5.8、 機体ファームウェアがバージョン 1.00.05 で実装されるようになりますので、皆さんぜひ更新をお願いいたします。これによってですね、搭載されていなかった機能がほぼ出揃った形になりますので、この検証をですね、今回行っていきたいと思います。今回のメジャーアップデートの内容は次の通りとなっておりまして、主な追加機能としてはクイックショット、パノラマモード、それからバースト、デジタルズーム、 D ログ撮影時のディスプレイカラーアシスト、それからフォーカストラック時の D ログ&デジタルズームが有効化、それからクイックトランスファー、さらにアドバンスト RTH 時のコード設定が有効となっています。この他精度向上関連ではサブカメラ高倍率時の映像シャープ化、それからタイムラプス写真のイメージエリア最適化、さらにカラーコレクション時の精度最適化などが挙げられています。その他 RC プロ関連、それからバグフィックスなどがこちらのメジャーアップデート第2弾に含まれております。今回はこれらの機能の検証についてお届けしていこうと思います。それでは早速ご覧ください。まずはクイックショットの検証からです。このクイックショットにつきましては、さまざまな機体の動きで自動撮影するモードになっております。そのモードはドローニー、ロケット、サークル、ヘリックス、ブーメラン、アステロイドの6種類となっています。こちらのクイックショットは開始時にこのようにですね、プラスマークが表示されますので、それをタップしていただくとその被写体にフォーカスを当てながら撮影が行われます。それでは順番に見ていきましょう。まずはドローニーからです。ドローニーは機体が後方に進みながら上昇し、このようにですね、引きの映像を撮ることができます。先ほどの設定画面で指定した高度まで上昇し、自動撮影が終了いたします。自動撮影が終了すると機体は元の位置に戻ってきます。実際に撮影された映像がこちらになります。2番目はロケットです。ロケットは上昇しながらチルドダウンを行うモードになります。こちらもドローニー同様、指定された高度まで上昇して撮影が自動でストップします。それでは撮影された映像をご覧ください。続いてはサークルです。サークルは被写体の周りを一周ぐるっと回るモードになっています。このように旋回方向を指定することもできます。こちらが実際に撮影された映像になります。続いてはヘリックスです。ヘリックスはその名の通り、螺旋を描きながら上昇していくモードになります。上昇する高度は事前に設定することができますので設定しましょう。こちらも先ほどのサークルと同様、旋回方向を指定することができます。こちらが実際に撮影された映像になります。続いてはブーメランです。ブーメランは一旦旋回しながら上昇し、再度元の高度に戻るモードになっています。こちらも旋回方向を指定することができます。
こちらが実際に撮影された映像になります。最後はアステロイドです。アステロイドは上昇しながら最後に360度のスフィア写真を撮ってくれるモードになります。他のモードと比べてかなり時間がかかりますので注意しましょう。こちらが実際に撮影された映像になります。クイックショットを使う際には注意点があります。それは解像度が最大で 4K30 フレームに固定されてしまうこと、それからカラーは D6 が選択できずノーマルのみになるということ、この2点は注意が必要です。パノラマはその名の通りパノラマ写真を撮影するモードとなっています。モードは4種類でスフィア、180度、広角、垂直となっています。モードを選択してスタートをタップすると自動で複数枚の写真を撮って合成し仕上げることができます。こちらがスフィアモードで撮った写真、こちらが180度で撮った写真、続いて広角、最後に垂直のパノラマ写真となります。バーストは連写機能になります。写真のモードとして追加されております。枚数を指定して撮影ボタンをタップするだけで連写して撮影してくれます。撮影後はプレビュー画面から残したい写真を選択することも可能です。D-Log 撮影時のカラーアシスト機能については、カメラの設定タブや右下の各種パラメータ設定からオンオフすることが可能になりました。これまでの Mavic 3の D-Log はかなり眠い感じの色合いでしか撮影できなかったので、今後はこれは使いやすくなるかなというふうに感じています。並べて比較すると非常に色の違いがわかるかと思います。デジタルズーム機能については、解像度に関わらずメインカメラによる最大2倍のデジタルズームが可能になりました。ファンクションボタンを押しながら左肩のダイヤルを回すことで徐々にズームイン、ズームアウトさせることができます。アクティブトラックや POI が可能なフォーカストラックでも D-Log を使うことができるようになりました。ただし 5.1K では D-Log が使えないということもありまして、これについては今後のアップデートに期待したいと思います。また D-Log だけでなく、このフォーカストラック中にデジタルズームをかけることもできるようになりました。これによって被写体と機体の距離をとって撮影することができるようになりましたので、撮影時に被写体に圧迫感を与えることなく撮影することも可能かと思います。追従だけでなく POI やスポットライト時にも使えるので、以前と比べて改善された印象です。フォーカストラックのやり方がわからないという方は、私の Mavic 3のレビュー第4弾の方で詳しく説明しておりますので、そちらの動画の方をご確認ください。最後にサブカメラでの高倍率撮影時の映像のシャープ化についてお伝えいたします。以前撮影した最高倍率の28倍の映像で比較してみます。このように以前はかなりぼやっとした感じの映像でしたけども、今回は少し改善が図れており、確かにシャープな映像になっていることが確認できます。並べて比較してみますと、確かにアップデート後の映像はシャープ化が図れていることがわかるかと思います。同じく7倍で比較してみますと、こちらも改善が図れているということが確認できています。はい、いかがでしたでしょうか。
今回は Mavic 3の大型アップデート第2弾についてのご紹介と検証結果についてお届けしてきました。今回のアップデートによってほぼ全ての主な機能が搭載されたといっても過言ではありません。個人的には D-Log 撮影時のカラーアシストについてはようやく搭載されたかなという印象が強くて非常にありがたいです。あとはデジタルズームなんですけども、こちらはこれまで探索モードでしかズームができず、この場合は撮影解像度が最大でも 4K30fps になってしまうのが難点でしたが、 5.1K や 4K60 フレームで2倍までズームできるようになったのは非常に良いかなというふうに思います。少し残念なのはクイックショットでの最高解像度が 4K30fps であることですね。今回のアップデートでマスターショットに 4K60 フレームが追加されましたので、クイックショットでもですね同じ解像度を実現してほしかったなというふうに思います。それからですね、フォーカストラック中の 5.1K における D-Log 撮影、これをですね早めに実現してほしいなというふうに感じています。今後も Mavic 3に関するレビューやその他ドローンに関するハウトゥーも流していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録の方と高評価の方いただけますと私の動画制作の励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。ドローンおやじでした。失礼いたします。